マイクロソフトマルチプレーン。マイクロソフトマルチプレーン。マイクロソフトマルチプランは、マイクロソフトが開発した初期の表計算ソフトの名称である。1982年に登場した当時は Apple II および CP-M 向けだった。その後 MS DOS や Zenix を含むいくつかのオペレーティングシステム上に移植された。また、コモドール 64Ti-994A。TI TRS-80 モデル E、ROSB-20、日本 IBM のマルチステーション5550といったパーソナルコンピュータ、DEC の PDP-11 ミニコンピュータにも移植された。マッキントッシュ向けのマルチプレーンは、マイクロソフト発の GUI 式表計算ソフトであった。タキシュ版はテキストベース。表計算のマルチプラン。 グラフのマルチチャート、マルチチャート、機種や、販売元によっては、MS チャート、簡易データベースのマルチファイル、マルチファイル、機種や、販売元によっては存在しないの3種類で、マルチツールファミリーを構成した。セル1の指定は、R1C1 参照形式、行を、R1、R2、R3、桁を C 1, C 2, C、C1、C2、C3、 で表すが採用された。8ビットパーソナルコンピュータでベストセラーとなったビジッカルクや MS ドス用としてベストセラーとなったローチュス1から2から3は A1 参照形式行123桁を ABC で表すであり、ビル・ゲイツはそれを戦艦方式と称して嫌っていたためにこの方式が採用れた。しかし利用者の多くは A1 参照形式に慣れており、R1C1 参照形式は分かりづらいと評された。そのため、後継ソフトである Microsoft Excel では、初期状態が A1 参照形式となり、利用者が好みに応じて R1C1 参照形式に切り替えることができるようになった。ファイル形式はテキストファイルので、当時は多くのツールが統計式をサポートしていた。 フィジッカルクやローチュス1から2から3ではスラッシュを押すことによってメニューが表示されてコマンド入力モードになるがマルチプレインでは画面下部に常時メニューが表示されている設定によって常時文字数字数式入力モードになり ESC キーを押すことでメニューを呼び出すようにすることもできるバージョンもあるどのキーがどの編集コマンドに対応するかは コマンドメニューに表示されており、対応するアルファベットのキーを押すことでコマンドを選択する。初版のバージョン1.0は、IBM の要望に基づき、IBM PC の標準的なメモリである 64KB でも動作するよう作られた。ワークシートのサイズは256行64桁。バージョン1.1では、メモリの上限までワークシートを拡張できる。 バージョン2.0はマウス対応となった。バージョン3.0はマルチユーザーに対応し、最大8枚のワークシートを扱えるようになった。開発が始められたのは1980年。開発中のコードネームは EP、エレクトロニックペーパー。先行していた同カテゴリーの表計算ソフト、ビジッカルクはアセンブリ言語で書かれており、移植が困難という欠点があった。 マルチプレインはより多くの機種に移植できるよう、多様な環境への対応が容易な新言語を使った。さらに、中間言語も利用し、移植時に変更点が少なくて済む設計となっていた。ただし、この特徴が動作を遅くする結果にもつながった。開発責任者は、チャールズ・シモニー。かつてゼロックスのパロアルト研究所で働いていた、シモニーは、 アルトで採用されていた GUI の使い勝手の良さを知っており、またアルト上で動作するブラボーというワードプロセッサーを開発した経験もあり、その利点を取り入れるべくインターフェースをデザインした。常時表示されるメニューやプロパティシートはマウスによる操作を想定したものである。アルトの存在を知っていたビル・ゲイツもその思想に賛同していた。 1982年に販売開始された当初の売れ行きは好調だったが翌年にローチュス1から2から3が販売開始されると IBM PC、AT 及びその交換機用アプリケーション市場においては苦戦を強いられた。1から2から3はマルチプレイによりも多くのメモリを必要としたが C 言語で書かれたものよりも高速に動作するアセンブリ言語で書かれていた。 マルチプレーンはバージョンアップの度に機能を強化して1から2から3を追撃しようとしたが、すでに1から2から3は利用者の絶大な信頼を得ており、その画像を崩すことはできなかった。ただし、1から2から3の多言語対応が遅れたこともあり、欧州や日本の市場では比較的前線した。これは移植性が高く、ローカライズが容易であったこと、8ビット起動。 マシンパワーの低い環境でも動作たことが大きい。なお、日本の8ビットパソコン向けには、8080、Z80 80向け CP、M クローンであり MS DOS のファイルシステムと、互換性のある MSX DOS のサブセットがバンドルされていた。マッキントッシュ版は、初代機、マッキントッシュ 128K の発売日1984年1月24日と、 同時に出荷されたサードパーティー製としては唯一のアプリケーションソフトウェアであったプログラミング言語であ、マイクロソフトベーシックも同時出荷アップルよりマッキントッシュの開発段階から移植を依頼され発売前から開発環境が整えられていたためにそれが可能だった基本となる部分のプログラムはコンバーターを通して変換できまた当初より マウス操作を考慮したデザインであったことから GUI 対応も容易であった。Apple 及びロータスデベロップメントが力を入れていたローチュスジャズは市場に受け入れられず初期のマッキントッシュ市場においてはマルチプレーンが標準的な表計算ソフトの地位を確保した。しかしマイクロソフトにおいては最重要拠点である北米市場においてデファクトスタンダードとなった IBM PC AT 及びその互換機市場で1から2から3との競争に敗れたことを問題視していた。マイクロソフトは後に GUI に特化した表計算ソフトとしてマイクロソフトエクセルを生み出すこととなった。マッキントッシュ版は1985年、Windows 版は1987年。マイクロソフト日本法人発売分のみを挙げている。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。